ビーガンについて聞かせて。ビーガンについてか。まあ、ビーガンは、まあ、動物の命を搾取しないで生きていく人たちのことだよね。まあ、俺は1ヶ月やってたんだけど、その屠殺動画みたいなのが YouTube に上がってて、もう牛とかをこう、うもーとか言って、こう、ザスって切って、血ドワーみたいになってるのと、あと、なんか豚のこう、可愛い子豚を、こうなんか床にペカって叩きつけて殺してるの見て、俺ちょっともう食えないかもしんないと思って、1ヶ月食えなかった。で、できればね、動物殺さないで生きてきたいでしょ、みんなも。みんな考えないでしょ、その屠殺して肉になってるってことは。俺次の日スーパー行って精肉売り場のとこ行った時にもう死体が並んでるようにしか見えなくて、もう肉食えなくなっちゃって、もう動物に優しい男になろうと思ってね。でもジロー食いたすぎてくじけた。肉食わんの基準がわからん。まあなんだろうな、人によるとも主義はその魚 OK の人とか、あと厳しい人だと蜂蜜もダメみたいな人もいるし、でベジタリアンとビーガンの違いは、そのビーガンはその食だけじゃなくて、その革靴とかも履かないみたいな、まあ、結局革靴作るために動物殺してるわけだからね。でも1ヶ月ビーガン生活すると7匹ぐらいの命を救える計算になるらしいから、結構ね気持ちいいけどね。あとなんかビヨンドミートっていうベンチャーがアメリカであって、めっちゃうまいんよ、その大豆ミート作ってて、その会社がね、どれだけ肉を超えるビヨンドミートできるかによってビーガンが増えるか決まるんだろうね。肉よりうまかったらみんなそっち食うやんね。ちなみにあれ、レオナルド・デカプリオはビーガンのそのビヨンドミートに出資してて、で優しい残酷性のない世界へみたいなスピーチをした夜にステーキを爆食いしてた、炎上してた。ステーキはうまいもんね。人種差別されて本当に悲しいです。何人種差別されて悲しいって、黒人なの？まあ日本人も差別される側だからな。でも差別ってなくなんないからね、諦めるしかないし。この前差別について徹夜して調べて、あの黒人死亡事件についての自分の結論を出そうと思ってね。で調べたんだけど、奴隷の歴史みたいなの。でももう昔から奴隷ってのはいて、で今でもいるんだよね、3000万人ぐらい世界には。だからね、なくならんのよ差別。もう不倫と一緒、ダメだけどなくならない、そういうもんよ。だからまあ自分が差別するかしないか、そこしかコントロールできないからさ。俺はまあ分け隔てなく接するけど、そういう差別する人がいるのも別にけしからんとは思わない。別にそういうもんでしょって思うね。差別する人も差別しない。俺は差別ってなんだろうね。まあでも普通にさ、初見で黒人見たら怖って思うじゃん。なんか初めて黒人っていうものを知らずにこう大陸に行って黒いやつらいたら怖って思うじゃん。そういうの、そういうなんか直感的なものから始まってんじゃないかなと思うけど。あれ聞いてほしいな、みんなに。なんだっけな、あのブルーミオっていうラッパーの Hey Mr. ナチっていう曲があるんだけど、そのネオナチっていうそのドイツのなんかナチスの考え方を引き継いでる人種差別の人たちがいるんだけど、そのネオナチに向けて出した曲なんだけど、なんか他のラッパーとかはネオナチ差別ありえないクソがみたいな感じの曲なんだけど、ブルーミオだけそのネオナチ僕らは同じ人間なんだよ、友達になろうよみたいな曲を出してて、で、めっちゃいいやんと思って。なんだっけな、確かドイツで超バズって1700万再生とかされてたんだよね。で なんでバズってんだろうって思ってて、で一回聞いてなんだこのリリックと思ったけど、そのニート東京で、そのニート東京っていうそのラッパーにインタビューするそのチャンネルがあって、でそこでブルーミオが答えてて、あそういう意味だったんだと思って、ピースな人やなと思ってね。自殺についての考え、自殺についての考えか。まあ俺はね、友達が死んだことあるからね、すごい嫌だったけどね、もうかなり悲しかったし、その俺がどうにかできたんじゃねえかって思ってたから。だけどいろいろ考えた結果、もう死にたいやつは死ねばいいと思ってる。しょうがない。だけどもいいことではないよね、やっぱり。幸せに死ぬやつってあんまいないだろうから、ただできるだけ止めたいと思うね。俺なんか DM とかしちゃうからね、普通に死にたいみたいなツイートしてるやつに。びっくりしてたな、あいつ。起業して何が大変だった？起業して大変なことは最初は何にもわからないから、もう請求書って何ですかみたいな状態で会社を始めるわけよ、みんな。で逆にその全部知った状態で始めるやつは準備しすぎね。ノリで始めちゃった方がいいと思うんだけど俺は。
ノリで始めると分かんないことだらけで、こう俺は就職もしてないからビジネスマナーがちゃんとしたメールの打ち方みたいなのもこうググりながらやらなきゃいけないわけね。あとこうビジネスが成立するのはこうやってこうこうこうで、だいたい請求書出して翌月末払いでみたいな、そういう基本的なことが本当に分かんないから、その基本的なことをまず学ぶのが大変だったかな。今の時代知名度ってお金になるよね。まあなるけど、ただ有名になるだけじゃ俺は意味ないと思うよ。勇敢とかめっちゃ有名だけど、別にそれであれが有名になってどうすんのって話だから。